サポート行政収支の Q です。こちらはビザ担当の名取先生です。本日はビザ配偶者ビザについて少し話をしてもらいます。はい、配偶者ビザを取るために日本の方と結婚したらすればいいですか？そうですね、日本人の人と結婚するというのは、まあ、最低限の条件にはなってくるんですけども、まあ、結婚したからビザが取れるかというものではないですね。やはり日本人の配偶者というビザはすごく便利なビザになりますので、まあ、それだけ入国管理局の方も審査がやはり厳しく見るというところですね。でやはりこのあたり交際経緯ですね、まあ、どういうふうに付き合ったのかとか、まあ、そこから結婚したのまでの道のりですよね、まあ、中にはこう1週間で結婚しちゃったっていう人もいるので、その分やっぱり怪しく見えちゃう部分もあると思うので、そこは注意が必要かなと思います。はい、ありがとうございます。はい。